たもんじゃない。あ、つけれたら大丈夫です。いいですよ、それに、それにちょっと頑張ってきてるめちゃくちゃ調子いいんで勝てる気しかしないですね。なんか昨日寝れなかったとか全く、もうめちゃくちゃ調子よく寝れました。寝すぎちゃったぐらいです。おはようございます。おはようございます。それまで。仕上がりは。あ、わ、調子は絶好調です。いいです。はい。今日はお相手入原さんです。はい。どうですか。いや、まあなんか気持ちのいい喧嘩自慢だなっていう、ザ喧嘩自慢って感じの選手でいいですよ。楽しみです。戦うのが、はい。今日の表彰過去最高っす。マジで瞬殺。ここから出ます。今日はお相手山川さんです、はい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 、どうやって負ければいいのか教えてほしいんだけど。パターンある？ないっしょ。いや、どうなんすかね。相手が強いほど気持ちが盛り上がるんで、まあ、でもリスペクトはしてるんでね、山川くんのこと。試合になったらスイッチ俺が入ればいいけど、入ってなくてもパンチ一発、まあ、もらってからどうせ入るから。でかいんでしっかり足から崩して KO します。 KO の勝利。推進力あります。右でもやっぱ何回やっても緊張しますね。あ、本当ですか。はい、いやー、もう今日は俺の日って感じっすよ。聞いてるかな。あと一つ外レベル上がってきた。マジだー、これぞトルネード。なんか俺一番補欠で成り上がってここでベル取ったら俺が一番かっこいいと思うんで、まあみんなに見てほしいですね。4名は今までの実績を考慮して参戦確定ということがいい。一番やりたい相手が富澤さんで、しっかり俺が一番強いってことを証明できるから、そういう次元の話をしてると思ってないので。あの西島君との試合も面白いかなと思ったんですけど、まあでも相手と富澤君で変わったんやったら切り替えて、でもまあトーナメント決まった時に富澤さんをやっぱ一番意識してるので、そこでやれるんやったら、まあ、やれるもいいですね。池はバッチバチ入ってますよ、もちろん。まあ僕は一回やられてるんで、なんかこう記者会見もそうですけど、なんか久しぶりになんか本当喧嘩の気持ち、本当になんか憎しみ、本当に怒りを今持ってますね。でも結構ピリピリというか、そうですね、やっぱ日常生活でも、まあ、地元でもそのやっぱそういう戦いの中で省かれることなんかなかったんで、誰のこと省いとんねんっていう感じ。まあ応援しますね。いや、そうですね、本当に大阪の学校から、ね、ちなみにトーナメントの、まあ、入れ替えをちょっと会見でおっしゃられてましたけど、やっぱり富澤さんとしてはダンチメンさんと会いたいです。決勝で厚木くんしかいないでしょ。俺と厚木くんが決勝でベルト取り合うから面白いでしょ。視聴者がそう思ってるんじゃないですか。でもこんなの相手になんないじゃん、俺の。誰が来ても一緒よ。まあ俺喧嘩自慢相手するのこれで最後にしようと思ってるんで、
もういいでしょってみんな分かったでしょ。一番最初ブレイキングダウンが1分なら素人でもプロに勝てるみたいなコンセプトあったけど、全部俺が叩き潰してきてるから無理でしょ。喧嘩地盤で俺たちに勝つの、名前を挙げられることがこっちは腹立たしいんだよ。ちなみにカズキングさん、やっぱり今回は富澤さんとやりたいとおっしゃって、まあ、そうですね、まあ、前回ないときのオーディションでそれで言ってるんで、それに対する不正なのか、まあ、それは一個一個回収するだけですよ。やるからに叩き潰しますけど、はい、もう誰だろうと、結局トーナメントなんで全員ぶっ倒さないと始まらないんですよ。あの対戦相手の井原選手、まあ、いい選手でね、喧嘩自慢かもしれないですけど、まあ、役職不足って言われちゃったんで、あ、天才みたいなんで、まあ、自分みたいな凡人がぶっ倒したのが面白いんじゃないかなと。凡人にぶっ倒される天才も見てみたいんじゃないですか、みんな。はい、カズキング、どうした対戦相手と。正直、あんま印象ないですし、もう通過点だとしか思ってないんで、踏み台じゃないけど、なってもらってっていう感じですかね。まあ、でも熱い男なの分かってるんで、その熱さ、自分の気持ちと俺のパンチどっちが強いかってなったら、俺のパンチが強いんで、そこでどんだけ耐えきれるかなと思ってですね。向こうがいつもそうなんですけど、別に特になんか考えてこうしようああしようと思ったことなくて、やってるうちに体が勝手にそうやって動いてるみたいな感覚でしかやってないんで、なんか気をつけようとか、これやばいなとか何も思ってないですね。富澤、ダッチも、あの辺が上がってきても別に全然余裕だなと思います。虎之助さんとやりたいっていうの、虎之助とやるのが多分一番盛り上がるんで、やっぱ喧嘩自慢、あいつも喧嘩自慢っぽいじゃないですか。ブレイキングダウンっつったらやっぱ喧嘩自慢、俺とか虎之助とかがやる方が一番盛り上がるから、まあ希望としては虎之助が勝って、であいつと俺が決勝でベルトキスかけて勝負するっていうのが一番理想ですね。剣国やってますか？剣国やってるよ。面白いんだよなこれ。めっちゃおもろいっす。うわ、剣国やってます？今剣国やってます。僕も楽しみにやってます。剣国を楽しみましょう。おっす、みんなもやってくれ。どう、久しぶりに一緒にゲームやる？いや、一人でも。ぜひインストールしてみてください。ダンチメンさん以外、ちょっと役者不足。役者不足、名前もわかんない。もう多分この大会、バンダム級、多分皆さんね、こう試合したいっていう人も思われてると思うんですけど、富澤さんと。いや、いいんですよね。別に試合したい。まあ、名前あげるのもムカつくんですけど、ムカつくけど、まあ、100歩譲って同じトーナメント出るとしたらいいけど、まあ、俺にそういう目つきしていくんだったら、まずいか。そういうイラつき。カズキングはやっぱ俺でやりたいって言ってくれてるし、喧嘩の乗り方が好きだから、カズキングとはやってあげたいなと思って。なるほど。そういう喧嘩の乗り方が好き。井原の喧嘩の乗り方は嫌いだから、やることになるんだったらマジでぶっ潰す。リング上がるねえよし。ブレイキングダウンだから、まあ変な話だけど、俺とかが取った方が絶対盛り上がるんで、富澤とか、まあもう一人優勝候補って言われてるダンチメンとか取ったって、いや、おもんないでしょ、盛り上がんないでしょっていうのが一番なんで、盛り上げるためには俺とかが取る方が絶対いいから、まあ最後俺が取って、俺のための大会だったねっていう風に言わせられれば一番です。勝って決勝でやるもんな。な、上がってこいよ。俺とお前がやるのが一番盛り上がるんだから。 S 格闘家軍団が上がってきて面白くないでしょ。富澤強いぞ。お前が倒されるの俺が倒せる。じゃあお先に失礼します。並びは意識します？まあ、意識するもしないも刺さるっすね。ダブルタオル持ってきて。俺どっちともやってるから、負けたっていうふうになってるんですけど、まあ、俺は勝ってると思ってるんで、まあ、意識しないようにしても、まあ、意識刺さるかなっていうのはですね。まあ、でもね、一番何が言いたいかっていうと、まあ、ブレイキングダウン10なんですよ。メモリアル大会なんですよ。それにふさわしいね、振る舞いをしようかなって俺思ってるですね。人生1回しかないね。控え室に入らないんですか？制限されるの嫌いだ。Thank you.
もう リラックスされてる感じですか。さっきまで寝てました。飯食って寝て、あ、時間かかる。この8人の中で、うん、こいつ気になるというか、こいつとやりたいみたいな。それはもう虎之助と、うん、ダンチメント、富澤はやりたい。あとはもう、どうなんだろう。眼中にないわけじゃないけど、なんかこう、狙いたいとは違うかなみたいな。なるほど。狙いたいのはやっぱみんなが俺よりも絶対強いと思ってるやつだな、ね。まあ、多分そこら辺は俺の方が世の中には弱いと思われてるから、まあやりたい。ちなみに秋元選手の会見で、まあ1回戦目はちょっと合ってないようなものだみたいな感じでしたけど、はい、そういう風にしか見られてない自分が悪いんで、その今までのやってきた結果がそういう発言じゃないですか。だからまあそこはもう甘んじて受け入れるしかないんですけど、ただ、まあ、未来の話ばっかしてるやつは今をおろそかにしがちなんで、僕は今秋元さんとやるこの試合に集中してますけどね。昨日の会見で歳三さんに頭の失神 KO でやるとおっしゃってました。はいはい。それは今日も変わらず狙い変わらないですね。まあ判定いくつもりないんで、勝って当たり前って言っちゃあれですけど、倒し方にこだわりたいと思ってるんで、どうやってドアディル倒すのかな。まあ今回に関してはトーナメントなんで、相手が歳三君っていうよりもそのトーナメントに出る選手全員が敵だと思って、その中で、まあ、セミファイナルでやっぱ一番強いと思わせなきゃいけないと思うので、判定じゃ絶対ダメだと思います。富澤さん以外に気になる選手とかいます？いないです。富澤さんだけです。これが腹立つなみたいな。あ、それはいます。名前出してあれですけど、ツルツルジャックとか、ツルツルジャックとか、まあ、一緒の時に二度ほども知らずに絡んできたんで、まあまあまあ上がってくるわけであれば、まあ、KO したと。いや、あげないです。山川さん、言ってくれますよ。あげない、あげない。一発目で富澤さんっていうのはどういう、はい、ラッキーって感じですよね。なるほど。一番初めに、てかそもそも倒しちゃったら一回戦敗退でしょ、富澤君。最高に面白いじゃないですか。膝を、左の膝を転換をもらわないような戦略は立ててきました。膝は絶対にもらわないですね。判定っていうのはね、ちょっとしょっぱいなーって言われて、まあ、絶対 KO で、絶対 KO でっていうか KO なるでしょ、自然と。でかっ。でかいですね。こんな体重安定できると思ってなかった。生きてて、まあすごいですね。僕なんかこんな勝てると思わない人生だったんで、本当にちょっと気持ちだけを伝えてきてよかったなと思います。あそこで勝ったら気持ちよさそうですね。そうですね。もうここにいるだけでも気持ちいいんで、勝ったらもっと気持ちいいですよね。最高のスパイスですよね。いや、俺がそんなとこ取れると思ってなかった。まあでもそれも僕ずっと一人で地下格とかも一人で戦ってきたんですよ。セコンドとかなしで。で、うちの代表の藤本っていうんですけど、が一緒にやろうよって言ってピットブル誘ってくれたんですよね。そうなんですね。はい。僕がずっと一人戦ってる時に声かけてくれて、一緒にやりましょうって。そうなんです。そっから仲間ができて負けなくなりました。へえ。格闘技って結局リングに上がるのって一人じゃないですか。でも僕はチームで戦ってるとか仲間を戦ってると思ってるんで、はい、その分が僕の気持ちに乗っかるんだと思います。はい。よし。セコンドラッキー戦いたいです。もうすごいっすよ、本当にこの会場が。エクシアを大きくしていきたいなと思ってます。はこれからも戦っておきます。家を建てるならオリマルホーム、家を買うならオリマルホーム、家のことならオリマルホーム、オリマルホームに相談しよう。
ゴーリッチ多数ございます。こう来たからもうそのままだ。聞いている。右入った、山川の右でした。先に倒れたのは秋元優也。いやもうほとんど記憶がないかもしれません。止めた、ブレイキングダウン、山川祖輝まとめ上げました。何度も君の外にパンチ入りました。それでも秋元は立ち続けています。ただ最後の最後、力尽くしたのは秋元優也です。さあ、トーナメント1回戦初戦を制した山下宗輝のマイクです。今の体重できついよ、ちょっと。いや、俺が弱かっただけだ。勝ち、今日は応援ありがとうございました。最後は最悪や。ちょっと最後、結構ついてるんですけど、ちょっと少ないですね。本当に勝って嬉しい体操を選手に感謝の気持ちがあります。基本的に僕今までどうしてもジャックル頼むよ。優勝して全国マスクの皆さん、俺の KO 支援本当に僕も試合するまでめっちゃ怖くて、一気にちょっとお金がかかったので、絶対頑張るね。それと同時に仲間絶対優勝します。みんな離れてきたんで、まあ、強かったんですけど、じゃあまた押してじゃあ。一番僕の中では、ありがとうございます。何を感じたのかね。ありがとう。人間関係で受けたりとか、ありがとうございます。精神的な、何なんですかね。本当のためにお二人のこと。いや絶対戻ってくるわ。クソがーガー、マジで怖かったっすね、正直。本当ですか。はい、僕昔からそうなんですけど、こういう試合でビビんないためにめちゃめちゃ練習するんですけど、それでも何回やってもこのブレイキングダウンの場ってやっぱ緊張するんですよね、何回やっても。ただもう次は1日で準決決勝なんで、もうビビらないような形にもう仕上げて、これで負けたらしょうがないっていうぐらいまで突き詰めていきたいと思うんで、ぜひ見ててください。物語はね、主人公が勝たないとってことで頑張るんでお願いします。ありがとうございました。両手振った、激しい展開、序盤からいきます。左新生死になってすげえ、めちゃくちゃ練習したから。
なんかもう負けて心が空っぽになった。連敗はしてるんですけど、またブレイキングダウンって言って、もう笑う。ナイスですね。さすがに俺持ってるな。今回は自分の中で個人として通過点が来ますので、一度目指すのは楽しみに、圧倒的に勝てるように今回も仕上げていきます。イージーファイト、イージーファイト。もう一試合できるけどな。慣れた、もう一試合だって。すいません、勘弁してくださいよ。あ、大将、勘弁してくださいよ。スタミナって、先輩が出るわけじゃないんで大丈夫です。スタミナちょっとまだあったな。今日勝ち上がった中で指名できるとしたら富澤っす。富澤さっさとやらせてほしいです。富澤ちゃちゃっと倒してもうチャンピオンになるっす。インドから右、左ハイ、右ハイ、どうだ。にとっては笑顔なき勝利ということになりました。準決勝に駒を進めます。よかった、よかった、よくは負けたんだって。いや、よかった。なんで負けたの、よいな。全然いい。よくねえだろ。全然いい。負けたんだよ俺。しょうがねえから。悔しいよ。それはそうだ。俺も俺何連敗よ。俺もだよ。はい、シーガー君や。シーガー、お金ください。いや、全然いいよ。プレゼンターはユリボン様です。そうそう、磨きだ。磨きだ、磨きだ、磨きだ。これで勝ち上がって準決勝に行くという番組が作れているか。いや、でも、俺気持ちもいいよ。でも今日一番良かった。そうですね。楽しめたよ。やっぱり、でも。よかったよ。くそ。いやー、よかった。熱けよ。とりあえず勝ったから。おー、こんな感じダメやー。試合内容はいかがでしたか？まだまだですね。ダメですわ。突然めちゃくちゃ強かったです。まだ、自分も甘かったです。まだまだ甘いです。もっともっと強くならないと。まず応援してくれた皆さんに本当にありがとうございますと言いたいですし、まあ、振り返れば今年1年2月にブレイキングダウン参戦してから、まあ、たくさんの人に応援してもらって今ここにいるんで、やっぱそういう人にはやっぱベルトを持った姿見したいんで、ちょっと作り直します。気合入れ直します。まあ何回目だって思われるかもしれないですけど、なんか自分に負けたなって思うっすね。しかもやっぱり人間だから、なんだろう、相手も同じ環境だと思うし、それでも俺のことを倒したっていう相手が強かったなっていうのは思うんですけど、それよりも俺自身が良かったなって。格闘技云々っていうのも歳三として人間として俺がもうちょっと強くなんなきゃなって思ったっすね、うん。なんで教えと写真撮ってんすか。寂しいっすよ。ありがとうございました。団地君男として強いわ、マジで。俺思うんすけど、今回いろいろあって思うんすけど、俺ね、自分に負けてるっす、うん、そのです本当に。全然全然。団地君何の人として強いんすか。いやいや、全然全然。だって25歳っすよね。25歳っす。僕こう言って28歳なんすよ。ちょっとまだこんなところで終わらないでください。あの、不死を見せてください。マジ。僕、何弱かったっすか。弱くないっすよ。俺も正直1ラウンド目のやつグラグラしてたし、ね、でもそこいけんかったんですよ。見てる皆さん分かると思うんですけど、聞いとったら分かるんですよ。でもいけないんですよ。なんでかって怖かったっす。普通に怖かったっす。普通に行ったらやれると思って。マジ怖かったっすよ。だけど俺も人生1回しかないから、ここで負けて終わりたくないんですよ本当に。俺こうやって点出させてもらえるだけでも俺は恵まれてるんで、そこを絶対逃したくないし、俺ダンチメン君には絶対リベンジするんで、それだけはちょっと僕も頑張って、はいはい、またたどり着けるように頑張るっす。僕もあのそれまで絶対に負けられないんで、はいはい、バンタム級トーナメント優勝してくださいよ。優勝します。富澤に勝ってくださいよ、はい、ありがとうございました。応援します。はい、ありがとうございます。ジョナスも倒したんで、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。本当です。ありがとうございます。まとめてくる。膝開いた、どうか、止めた、勝ちました。また勝った。富澤第一ブレイキングダウン6連勝。強い。オッケーオッケー、次行こう。そうだ、プレゼンターは鬼丸直樹様です。
終わりや。終わり。同じ相手に2回負けた。まさにその実力を見せてくれました。申し訳ないです。すみません。準決勝進出を決めています。うわもう。やばい、実感わかん。なんだうわぁ、どういうこと？一回目俺さ、左倒したやん、強化を打っちゃう。で、その後にさ、そのストレートもらって、膝もらったっちゃう。聞いてないもん。最後の止められたの。すいません、試合終わってすぐに興奮しちゃってる、言い訳してました。申し訳ないです。僕の負けです。同じ相手に負けるのは死と同じなんで、ちょっといろいろと、まあもうブレイキングダウンに僕は求められることはないと思うんで、まあいろいろ僕も考えます。申し訳ないです。本当応援してくれた人とスポンサーの方々、はい、一言もらえます。はい、頑張ってください。全然全然。はい、お疲れ様です。よし、負けてすいませんでした。まあ、僕なりに、まあ、富澤君の研究して、まあ、勝てると思ってたんですけど、まあ、甘くないですよね。まあ、そのもう僕の口からは富澤君とそのもう1回するっていうことはもう言えないんで、2回負けてるんで、まだチャンスがあるから富澤君とみんなができる、まあ、3冠目見たいっていう声が出てくるまで僕の方から発言するのはもうできないんで、それまで勝ち進みます。ありがとうございました。すいません。ありがとうございます。申し訳ないです。よっしゃ、さすがっすわ。オッケー、さすがっすよ。富澤、誰がつまんねえ試合だよ。俺の方が面白い試合してんだろ、普通に考えて。次お前、あ、誰でもいい、てめえやってやるよ。お前誰がお前もつまんねえ試合だよ。てめえのがつまんねえだろ。ああ、お前のが倒しきって、お前はすぐ倒せよ。お前やな、お前おめえでやってやっからよ。お前組んでもらえるように頼め。なお前、おめえで殺すって。なお前誰だ、てめえ誰だよ。おめえ組んでてめえ次やってやっから。おうおうおう、まあ、楽しみにやってくから。お前てめえ室に倒れないように準備しとけよ。ほら、ぶっ殺してやったら。うっせえだよ、ふさわき。あいつ手出したね、俺に。分かるし、やるよ。ムカつくな、ね。次誰か分かんないですけど、あいつだったらあいつ殺しますよ、マジで。ぶっ壊します。あれやばい、ムカつくな。試合で分かるし、やるか。まとめてくる、ひだー、いた5番からいきます。ひだー、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 ひだブレイキングダウンは一緒に盛り上げてくれる企業様を募集中です。豊富なスポンサーメニューを用意してますので、まずは資料からでもご気軽に概要欄からお問い合わせください。ブレイキングダウン10は剣獄のほか、メテオ、エクシア、オニマルホーム、その他ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。